ね、今回はですね、こういう紙についてしまった泥汚れを落とす方法をお伝えしたいと思います。今回使用するのはですね、こういうプラスチック消しゴムになります。こういうプラスチック消しゴムをですね、使って、紙についた泥汚れを落としてみたいと思います。で、特にですね、水害とかで、泥まみれになったものですけれども、いきなりですね、例えば水につけて洗うとかということではなくてですね、乾いた後、ぜひですね、この処置を試してみていただきたいんですけれども、こういうプラスチック消しゴムをですね、こう汚れの部分、十分乾いた紙の上ですけれども、乾いた状態で、このようにですね、ゴシゴシこすると破れてしまう可能性があります。濡れた紙は弱ってますので、ですので、こういうような、まあちょっと軽くこう叩くような感じですね、こういうふうにちょっと軽くポン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 とですね、叩いてあげることで、このプラスチック消しゴムがですね、汚れを取ってくれるということになります。ちょっと違いが分かりやすいようにですね、汚れている部分の一部分だけをですね、この消しゴムで叩くような感じで、ゴシゴシこするというよりかですね、ちょん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 とこう叩く感じですかね。そうするとですね、このぐらいいただけますでしょうかね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここが汚れている部分で、ここは今消しゴムでですね、叩くようにこすった部分です。多少白くなっているのが分かりますでしょうかね。こういうような感じですね。ここが汚れてた部分で、ここが今プラスチック消しゴムで、叩くようにですね、こすってみた部分になります。まあ、このようにですね、ある程度汚れがですね、漏れ落とすことができますので、ぜひですね、このプラスチック消しゴムで、叩くようにですね、ぜひ汚れを取ってみていただければなと思います。あとですね、こういうメラミンスポンジ、水だけで汚れを落とすですね、こういうメラミンスポンジがありますけれども、こういったものでもですね、この表面の汚れを取ることができます。まあ、ただこのメラミンスポンジっていうのは、こう削り取って汚れを取るというようなところもありますので、これもですね、あまりゴシゴシこするとですね、表面が傷ついてしまう恐れがありますので、まあ、軽くですね、軽く汚れのあるところをですね、撫でてあげる感じですね。そうすると汚れがですね、表面についた汚れが落ちていきます。見えますでしょうかね。先ほど黒かった部分ですけれども、このようにメラミンスポンジを当ててみると、このようにですね、ほとんど汚れが消えました。まあ、先ほども申し上げましたが、どちらかというとこのメラミンスポンジは、表面を削って汚れを落とすというですね、そういう性質のものですので、あまりですね、ゴシゴシこすると紙を傷めてしまいますけれども、まあ、このようにですね、軽くこうやってこすってあげることでも十分ですね、汚れを取ることができます。このようにですね、結構白くなりました。皆さんもですね、まあ、この用紙に限りますけれども、
こういう用紙で一度試してみてください。ただあと割とですね、光沢のあるような紙ですと、少しですね、やっぱり傷が目立つ可能性がありますので、こういうですね、普通紙で試して、特にですね、この傷の目立たないところでまず一度試してみてから全体にですね、先ほどのプラスチック消しゴムもそうですけれども、こういうメラミンスポンジも含めてですね、端っこの目立たないところで一度試してみてから全体をクリーニングしてみてはいかがでしょうか。一つ注意点ですけれども、当たり前の話ですが、こういうですね、プラスチック消しゴムを使う際には、このように何も文字の書いてない部分をですね、このようにしてこするのはよろしいかと思いますけれども、白くなりますけれども、鉛筆書きの上ですね、例えばこんなところでこするとですね、当然のことながら文字が消えてしまいます。まあ、こういうボールペンの類はですね、多少は影響がないとはいえですね、まあ、これもですね、あまりこう文字の上を直接こすることで、例えばこのようにですね、字が擦れてしまう、インクが擦れてしまうということも考えられます。ですので、文字の上にですね、こういう消しゴムをですね、かけるときには十分注意された方がよろしいかと思います。まあ、油性ペンはですね、それほど影響はないかと思いますけれども、特にですね、鉛筆書きのこういう消しゴムでですね、消えるようなメディアにはですね、当然のことながら使用できませんので、ご注意ください。で、このメラミンスポンジですけれども、こちらにつきましてもですね、鉛筆の上をこすると多少文字がですね、薄くなるというようなことがあります。まあ、ボールペンに対してはですね、まあ、さほど影響はありませんけれども、こういうインクのところがですね、擦れる可能性はあります。油性ペンについてはですね、さほど影響はありませんけれども、まあ、こういう鉛筆書きのものが薄くなったり、あるいはボールペンのですね、こういうインクのところが、擦れてですね、広がってしまう、まあ、そういうようなことが考えられますので、文字の上をクリーニングするときにはですね、十分注意いただいたらよろしいかと思います。まあ、こういう文字のないところはですね、割と、強めにこすっても問題は、紙がですね、弱っていない限りするほど問題はないかと思います。このようにですね、黒かった部分、泥汚れの部分をですね、このメラミンスポンジでこすってあげることで、きれいになりました。ですので、この鉛筆書き、あるいはボールペンですね、こういったような、こすって影響の出る器具に対しては、注意が必要だということだけ最後にお伝えしておきたいと思います。